評論より実践、改善は無限にある。改善はコーチより拙速を尊ぶ。これは私の体に刻み込まれている行動的トヨタイズムです。まずやってみるということです。これは固定観念だとか変化への無意識の抵抗だとか、そういった壁があることを認識し、己の強い信念で突破するということだと思います。私の考えですが、企業には現状維持はなく、成長か衰退の二択しかないんだと。そして企業を取り巻く環境は絶えず変化しているんだと。だから成長という道を選ぶのならば、環境に適応するための進化が必要なんです。まさに企業とは環境適応業であり、変化に対応できなければ衰退するしかありません。それと人間性尊重の精神、これは私の体に刻み込まれている思考的トヨタイズムです。無駄の徹底排除が人間性尊重になるんだと。つまり付加価値の高い人生を送ることが大事だと。地球が誕生してからおよそ46億年という月日が流れていると言われます。気の遠くなるような時の流れですが、この地球の歴史を1週間に置き換えるならば、人類が文明を持ってからまだ1秒とわずかしか経っていないのです。この時を共に生きるということは本当に奇跡的なことであると同時に、長い歴史の中で振り返るとそれは瞬間の出来事ではないかと考えます。だからこそ限られた時間を有意義に過ごし、個を最大限生かすことが人間性尊重につながるものと確信し、その考えを経営哲学として日々取り組んでおります。コーフフィールドは福岡を本社本店拠点とし、東京、大阪、鹿児島、そして沖縄に拠点を設け、全国で事業を展開しています。コーフフィールドはスポーツ施設事業を中心に、ランドスケープ事業、建築事業、住宅事業を展開しており、土木から建築、造園、舗装までをトータル的に網羅しています。それぞれの事業分野には精通した専門スタッフたちが配置され、アドバイスから設計、施工、コンサルティングまで責任を持って担当しています。それでは各事業内容をご紹介いたしましょう。スポーツ施設事業では、数多くの屋内外運動施設の企画提案、設計、施工および維持管理を手掛けています。またこの事業分野においては、運動公園の指定管理者制度にも取り組んでおります。蓄積された専門ノウハウを生かし、常に新しい技術、商材などを積極的に取り入れながら、お客様視線での価値ある提案活動をベースに事業展開を行っております。ランドスケープ事業では、子どもたちの笑顔あふれる親子で楽しめる公園づくりを目指した企画提案、設計、施工および維持管理を手掛けております。芝生広場、屋内外の遊具、遊歩道、休憩施設、そこで育まれる楽しいコミュニティづくりをテーマとしながら事業展開を行っております。建築事業では、建築物の外構、付帯施設および建築に関連した工事の企画提案、設計、施工を手掛けています。数多くのトップメーカーとジョイントしながら、絶えず新しい技術、工法、商材にも注目し、都市空間づくりへの貢献をテーマとし事業展開を行っております。また住宅事業では、お施主様との良好な関係性づくりを大切にしながら、その中から生まれるお施主様の立場での発想で完全自由な家づくりを展開しています。
それあれはフィールド作りのアドバイザーコンサルタント集団という自覚と責任をしっかりと持ってお客様視点での価値ある提案を念頭に日々活動しております。その原点はご縁に感謝すること、ご縁を大切にすること、そして真偽ある言動の積み重ねによって構築される良き関係性こそが結果として事業繁栄の唯一の方策だということになります。よく現代社会は競争社会だと言われますが、時には競争相手の研究も必要だと思います。でも私は競争相手、つまりライバルばかりを見て商売はするものではないと思います。大切なことは徹底してお客様を見る、お客様の立場目線で考える、そういうことが商売では一番大切だと。そうすればおのずと指名される会社になるんだと、そう思って行動しています。だからお客様とはそういう関係性を構築し継続したいと考えております。これは社内でもしかりだと思います。お互いが良い刺激をし合って良き緊張感を保ちながら仕事に取り組むということは不可欠です。つまり営業マン同士が競い合ったり視点間で競い合ったりするのは必要なことです。でもそこにはお客様を絶えず中心に据えているということが求められます。お客様不在では単なる自己中心型の競争行動にしかなりませんから、そこにお客様をしっかりと中心に見据えた場合、顧客中心型の連携行動になるんだと思います。つまり競争ではなく補い合うということが大事だと。したがって我々はそんな連携力を強固にしたチーム作りを目指しています。チームの総合力の発揮なくしてお客様視点での価値ある提案なんてできませんから。コーフフィールドの強みは何といってもチーム総合力の発揮にあります。これは一人一人の専門スキルと連携力での相乗効果がもたらすものです。各事業分野での専門スタッフがしっかりと連携し合い、お客様目線での価値のある提案、トータルプロデュースを実践し続けることをコーフフィールドの独自の価値としています。コーフフィールドでは環境に配慮した舗装改良材や人工芝などの自社開発や天然芝グラウンドの改修に向けた新工法にも積極的に取り組んでおります。グランドコンディション改善のための舗装改良材グランドエコロック、グランドエコロック Z、 耐久性向上のための人工芝高密度人工芝エコターフなど、オリジナルブランドとしてお客様のニーズに合わせたセッティングを可能としています。またダイレクトウェイ工法はコーフフィールドがビジネスパートナーと共同開発した天然芝グラウンドの画期的な改修工法といえます。ニューテクノロジーへの挑戦を合言葉に、コーフフィールドのチャレンジはこれからも続きます。